歌声喫茶は、客全員が歌うことを想定した喫茶店である。1955年前後の東京など日本の都市部で流行し、1970年代までに衰退した。歌声運動により普及したことから、歌声喫茶とひらがな表記されることも多い。店舗は減ったものの、静かなブームが再来し、主に高齢者向けのレクリエーションとして、形を変えて定着している。 内容の再現としての歌声喫茶。曲に合わせて演奏者と客が同じポーズをしている。リーダーの温度のもと、店内の客が一緒に歌を歌うことを主目的としている。伴奏はピアノやアコーディオンなどの単独の楽器が使われることが多く、大きな店ではバンドも入っていた。歌われる歌はロシア民謡、昇華、童謡、労働が反戦歌 歌謡曲など、店が独自に編纂した歌集を見ながら歌うこともできる。発祥については、諸説あり、1950年頃、東京、新宿の料理店が店内で、ロシア民謡を流していたところ、自然発生的に客が一緒に歌い出して盛り上がり、それが、歌声喫茶の走りになったという説、また当時公開されたソレム映画、シベリア物語に、同様なシーンがあり、 これに影響されたとも言われている。1955年、東京、新宿に、カチューシャ、ともしびがオープン。これをきっかけとして、東京に、歌声喫茶が続々と誕生する。労働運動、学生運動の高まりとともに、人々の連帯感を生む、歌声喫茶の人気は上昇し、店内は、毎日のように人で溢れ、最盛期には、 日本全国で100件を超える店があったという。また店の看板的存在であるリーダーの中からは、佐藤宗幸や上条恒彦のように、プロの歌手としてデビューした者も,もいた。歌声喫茶は、日本共産党を中心として展開された、歌声運動という政治運動において大きな役割を果たしたが、それだけでなく、集団就職で単身東京に移住してきた。 青年たちの寂しさを紛らす心の寄り所でもあった。1965年頃をピークに歌声喫茶のブームは歌声運動の体調に連動して急速に衰退、その後の10年ほどでほとんどの店が閉店していった。さらに、1970年代後半のカラオケスナック、1980年代のカラオケボックスの出現により、 人前で歌を歌える需要の受け皿はそちらに移行した。歌声喫茶は一般の喫茶店やカラオケボックスとは異なり、客全員が合唱する形態のため飲食物の注文が少なく客単価が低いという経営的な問題もあった。カラオケが一般化した現代では逆にみんなで歌うスタイルが新鮮だとされ、人との出会いや交流、一体感を楽しめることからブームが、 再燃している。老舗である新宿のともしびを筆頭に、現在もなお営業している歌声喫茶もいくつかある。また、一般の喫茶店、飲食店がイベント的に歌声喫茶として営業することがある。そうした店は、かつての歌声喫茶を経験している中高年を中心とする常連客の根強い人気に支えられており、昔を知る常連客が、 子供など若い世代を連れてくることで、幅広い世代での交流が行われている。それに合わせて、曲も、かつての民謡や労働家ばかりでなく、世代を問わず、歌えるようなレパートリーも加えられている。ともしびでは、出前歌声として、全国各地に出張して、歌声イベントを開催している。その一つとして、小田急ホテルセンチュリー相模大野では、年に何回か、 定期的に懐かしの昭和歌謡曲歌声喫茶イベントを開催しており、すでに30回を超えている。ホテル日光熊本でも定期開催され、すでに20回を超えている。また、灯火以外にも各地で出前歌声コンサートやイベントを行い、演奏者やリーダーを派遣している団体がある。コンサートホールやライブハウスで聴衆も一緒に歌える。 歌声コンサートも開催されており、自治体が主催して行われることもある。また公共施設などの一室を借りて、歌声喫茶サークルとして、地域住民が集まって活動を続ける団体も、全国各地に多数存在する。高齢者の通所リハビリにも取り入れられている。また中高年向けの旅行商品として、貸切バスを使用した歌声バスツアーや、鉄道車両を貸し切った。 歌声列車も運行されている。貸切バスの場合は、車内のカラオケ設備を活用することもある。高齢者向けに介護ヘルパー付きの歌声バスツアーもある。歌声喫茶でよく歌われる曲を収録した CD や DVD、歌集や楽譜なども市販されている。ありがとうございます。